価格急騰の確率 99%、 最新イーロン銘柄山犬を購入するポイント、そして実際の購入手順を公開します。はい、どうも、いつも動画ご覧いただきありがとうございます。送り人生産機の匠です。前回の動画では最新の狙い目犬系ミームコインを紹介していきましたが、そちらはご覧いただけましたか？そちらの動画で紹介した3つのコインのうちの1つ、山犬というコインが非常に期待値が高いということをお伝えしました。そしてこの動画を公開後に僕の公式 LINE でかなりたくさんの続報のご要望をいただけましたので、ご要望にお答えして山犬の続報をお伝えしていきます。そこで今回の動画では山犬を購入する際の最大利益を狙うポイント、さらに実際の購入手順を現時点でできる限り正確に解説していきます。この動画をご覧いただければ特大利益を手にするための準備がバッチリ整います。最新のミームコインで大きく稼ぎたい、そんなあなたは大きな機会損失とならないように必ず最後までご覧ください。はい、それでは本編に入ります。ではまず今回紹介していくこの山犬コインについて、ちょっと前回の動画でもお話ししていったんですが、詳細についておさらいをしていきます。で、今回この山犬コインという仮想通貨なんですが、どんなコインかというとですね、こちらは柴犬などと関連する犬系のミームコインとなっています。そしてこのコインのモチーフなんですが、ジブリの作品であるもののけ姫、こちらに登場するモロという白い狼のキャラクターがモチーフとなっています。そしてこの山犬に関しては現状使い道等は特にないんですが、実はですね、送り人コインを数多く生んだ世界一の資産家イーロン・マスク氏と関連性があるんじゃないかといったことがですね、今ささやかれています。というのがですね、そのきっかけとなったのがこちらの投稿です。で、こちらはですね、とあるユーザーがおすすめのアニメを教えてくださいといった投稿をしたんですが、そちらに対してイーロン氏がですね、好きなアニメについて返信したといったですね、やり取りがあったんですが、この中でですね、イーロン氏が言及したアニメの中にもののけ姫、こちらが含まれています。しかし一見ただ好きなアニメの話をしているだけだと思いがちなんですが、この中にですね、もう一つデスノートと書いてあると思います。実はこのデスノートに該当する L というミームコインがですね、5月から6月頃にかけて登場してきたんですが、そちらはなんと上場後速攻で70倍まで価格が急騰しました。なのでこういった関連性からですね、この山犬も今後価格が大きく上昇するんじゃないかということがですね、今密かに噂されています。そしてそんな山犬、このコインの最大の特徴なんですが、このコイン 100% コミュニティートークンとなっているという点にあります。で、つまりこれがどういうことかというと、基本仮想通貨はですね、運営側が何パーセントかこのコインを保有していたりするんですが、いわゆる株式会社の役員が株式を一部保有しておくみたいなイメージですね。なんですが、この山犬に関してはですね、運営側が持つ通貨が一切ないので透明性が非常に高いです。なので例えばプロジェクト上場後に運営側がコインを売却してしまって一気に価格が暴落するだとか、そういったことがですね、非常に起きづらいという特徴があります。さらに今回フェアローンチという形でですね、この山犬は上場をしていくので、これによって全投資家がですね、平等に同じタイミングで投資することができます。このフェアローンチによってですね、例えばプレセールだったり、さらに前の段階でコインを購入しているユーザーがいて、もう上場したタイミングでその方たちが一気に売り抜きをしてしまって、上場直後参入しようと思ったらもう価格が暴落していてチャンスがなくなってしまうなんてことも非常に起きづらくなります。そしてフェアローンチ、もう一つの特徴としてですね、上場直後売る人がそもそもいないので売り圧が全くなく価格が非常に上がりやすいというですね、僕たち投資家からすると非常にありがたい大きなメリットがあります。で、そしてそんな山犬の上場先なんですが、現状分かっているのはですね、ユニスワップ、こちらに初期段階で上場するという予定になっています。そしてその後サイトにも記載があるんですが、今後上場していった後にこの山犬のホルダー数が1万人に達した時に CX 大手の中央集権型の取引所にも上場することが予定されています。なのでまずですね、僕たちが購入するとしたらユニスワップで購入していく流れになると予想しています。そして気になる上場日についてなんですが、現状まだ未定となっています。しかし直近でですね、サイトも公開されていたり、そしてこの X の山犬のアカウント自体も投稿を始めたりとですね、動きが活発化してきています。なので上場は間もなくなんじゃないかなと個人的には予想しています。
早くて9月の上旬あたりなんじゃないかなと個人的には考えています。はい、ではそんな山犬というですね、期待値マックスのミームコインなんですが、こちらをでは実際に購入する際のポイントと注意点を次はお伝えしていきます。はい、ではまずですね、この山犬を最大利益出すためのポイントなんですが、まず最大利益を出すためにはですね、参入タイミングが非常に重要です。そしてこの山犬に関してはベストの狙うタイミングは上場直後となります。この山犬は先ほどもお話ししましたが、フェアローンチという形式で行われるため、上場直後は売り圧がないので最速で仕込むのがベストです。では次に注意点なんですが、逆にこの上場時初動で出遅れてしまうと高値掴みをしてしまう可能性があります。なのでこの山犬に関してはですね、いかに上場するタイミングで最速で参入できるかが重要となってきます。そして今回ですね、僕もこの山犬には非常に期待しているので、この山犬の上場タイミングを最速で知れるように環境を整えました。なので今後僕の公式 LINE でこの山犬の上場タイミングを最速で共有していく予定です。この山犬の上場タイミング、いち早く把握をして最速で仕込み最大利益を得ていきたいというあなたはですね、この動画の概要欄から僕の公式 LINE を今のうちに追加いただき、そちらに山犬上場とメッセージをお送りください。ではここまでは山犬コインのおさらいと、そして購入時のポイント注意点をお伝えしてきましたが、最後にこの山犬コインの購入手順をお伝えしていきます。ではまず今回ですね、山犬を購入する際、ユニスワップで購入していくことになるので、こちらの手順をお話ししていきます。で、手順大きく分けると4ステップに分かれます。まず1ステップ目がですね、メタマスクに購入資金を準備しておく。で、購入資金に関してはイーサリアムが個人的には購入しやすくスムーズなのでおすすめです。そして2つ目がメタマスクブラウザでユニスワップを開く。そして3つ目にメタマスクとユニスワップを接続し、山犬のコントラクトアドレスを入力する。で、こちらのコントラクトアドレスに関しても現状まだ出てきていないので、アドレスが公開され次第こちらも LINE で最速で共有していきます。そして最後4つ目がですね、いよいよ山犬を購入していくといった流れになります。ではちょっとまだ山犬自体がですね、上場していないので山犬の購入手順そのまま見せていくことは難しいんですが、別のコインに置き換えてユニスワップでコインを購入する手順をお伝えしていきます。ではまずですね、こちらスマホで解説していくんですが、まずメタマスクのアプリを開いていきます。そしてこの画面右下、右から2つ目のマークですね、こちらがブラウザ機能になるので、こちらを押してブラウザに切り替えていきます。ではブラウザに切り替えましたら、こちら新しいタブを開いていただいて、この検索欄にですね、ユニスワップの取引画面の URL を入力します。で、こちらのユニスワップのリンクもですね、僕の公式 LINE でお渡しできるので気軽にご連絡ください。はい、で開けましたらですね、画面右上の接続というマークを押していきます。そしてこちら接続するアカウントが合っているかを確認してそのまま進んでいきます。で、接続できましたら、じゃあいよいよ山犬を購入していくことになるんですが、今回は別のトークンに当てはめて進めていきます。では手順としては、まずですね、この画面中央にあるこのトークンを選択というボタンを押していきます。そうするとですね、トークンの一覧出てきますので、この検索欄を押していただいてですね、こちらに山犬と入力いただくか、もしくは後ほど出てくるコントラクトアドレスを入力して、現状まだリスト出ていないんですが、こちらに山犬と出てくるのでそれを選択していきます。そして選択できたらですね、あとはいよいよ金額を入力して進んでいって、最後承認するだけといった流れになります。なので実際やってみるとですね、意外とシンプルですぐ購入できるかと思います。ただ自分一人で購入できるか不安といったですね、方もいらっしゃるかと思いますので、もしご自身で購入できるかどうか不安という方はですね、ぜひ僕の公式 LINE に気軽にご相談ください。ではそして最後に繰り返しにはなるんですが、こちら山犬コインで大きく稼ぐためには上場タイミングで最速購入するのがベストです。なのでこの山犬に関しては上場タイミングをいかに最速で知ることができるかが重要です。そして今回僕もですね、個人的に仕込んでいくので、この山犬の上場タイミング絶対に逃さないために最速で知れるよう環境を整えました。そしてそのままですね、僕の公式 LINE ではこの山犬の上場タイミング分かり次第最速で共有する予定です。
なのでこの山犬最速で仕込んで最大利益を手に入れていきたいという方はですね、ぜひこの動画の概要欄から僕の公式 LINE を今のうちに必ず追加いただいて、山犬上場とメッセージをお送りください。はい、それではいかがだったでしょうか。今回の動画では山犬を購入する際の最大利益を狙うポイント、さらに実際の購入手順を解説していきました。ぜひまたとない爆撃チャンスを確実につかめるように繰り返しご覧いただいて、バッチリ準備を整えていきましょう。また購入手順などでわからないことがあれば、概要欄から公式 LINE を追加いただいて、そちらから気軽に聞いてください。そして最後になりますが、もしこの動画が役に立ったと思っていただけましたら、ぜひ動画の高評価とコメントもしていただけると励みになります。それでは今回の動画はこちらで以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。